橋本五郎赤江の原じゃあおたくでもしようのないものですなあ若い間はうちでもおかしいおかしいとは思っていたんですがせがれの仕事とはどうも気がつきませんでしたなあ驚きましたなあある思う。 ええ、そうですかうちでもなんですよ帳面がどうしても合わないんですいただいた覚えのないのがうびきになってるんでしょうそれがみんなオタクノじゃありませんかそれでも一度はオタクノがおいでになってワッチが差し上げたからよく覚えてるんですがええブリを少々ほかにうちのやつが何しましたのも お使いが見えてそれに持たせましたのもみんな棒引きになってるんです。もろんわっちがいただいた覚えはなしうちのやつに聞いても知らないっていうでしょう。小さいやつが長面をひねくるわけもなしそれも2円3円のことならまあ何かの間違いということもありますがなぎさま20円以上の魚ですから。 わっちも一度オタクへ伺ってみようと思ってたんです。じゃあ何ですなお宅へはうちのが行き、うちへはお宅のが来て、酒と魚を持ち寄ってうまくやってたんですな。どうも、あれの悪さにはわっちもシャッポを取りましたよ。当世の若い者にはとても勝てません。 お互いに苦労しますな。でもまあ、お宅のなんざまだおとなしくしていらっしゃるからいいが、うちのと来たらもうお話になりません。まるでバカです。意見もヘチマもあったもんじゃありません。酒は飲む、タバコは飲む、女郎買いもすれば芸者狂いもやる。それも二人前、3人前を行くんですから。 がつきません。それでも親というものはバカなものでございますな。なることならと思ってたびたび意見もしてみましたがみんなぬかにくぎです。それも答えんだけならまだしも時によれや逆ねじを食いますからな。でも一度などはじっと首を垂れて聞いていましたから。 まあ幸いに今日は聞き分けてくれたわいと思いまして、わちも喜んで行ったんです。うちは他のうちと違って、お前には実のおっかさんではない。わしが至らぬためだが、お前としてはそれはつらかろう。お前のつらいことは、わしにもよくわかっている。しかし、 お前以上にこのわしの腹の中がどんなにつらいか世間体もあることだし決して酒を飲むな女郎買いをするなというのではないから少しはうちにいてくれなんといったところでお前がここの跡取りなんだからそこをよく考えてなどうまあ わっちも不思議にしんみりした調子だったのですところがあなたものも言わずについと立って台所の方へ行ったと思いましたら湯のみへ一杯水を入れてまいりまして水の方がいいだろうまあ一杯やって続けてくれて前へ置くじゃありませんか腹が立つやらおかしいやら バカバカしくってそれっきり意見はすまいと思いましたよそんなやつですからどうにもしようがありませんうちのやつあたりがやかましくってもわっちがどういうわけにもゆかないんです今度のことなんかでもあまりバカバカしくて恥ずかしくてお話もできませんが これでまあ当分は助かるかもしれません。何おとといのそうですなもう一時にもなっていましたか。うちは毎晩その時分に正面に置きますのでな。ちょうど用を足して帰ってまいりますと、裏の軌道をごとごと言わしてるじゃありませんか。風もないのにと思って行ってみると。 誰かが勘の木を外しかけてるんです。わっちもちょっとヒヤリとしましたよ。誰だいって言うと、とっつぁんかいって、せがれが入ってきたじゃありませんか。自分が自分なんでしょう今自分何しにうせたわっちも。 何かしょんぼりした姿を見るとかわいそうなような気もしましたがうちのやつの気兼ねもありますからそう言ったんですところが俺が悪かったから堪忍してくれ今日はおっかさんにも謝るから手じゃあ,ありませんかいよいよ本当かって聞きますと嘘は言わない 嘘を言うくらいならこんな夜中に帰ったりはしない。というので裏では話もできませんからまあまあというので座敷へ入れたんです。座敷へ入れて聞くと「今度という今度はすっかり改心した」「こんぴら様へも見てもらおう」「石にかじりついても辛抱する」「もう決して心配はかけぬ」 舌がとっつあん、言いにくいが、一つ頼みがある。と来たんでしょう。またかとは思いましたが、聞く分には差し支えはなし、話によれば、また人ではなし、せっかく改心するというのだからと思って、とにかくその頼みっていうのは何だいと聞いたんです。 うちのやつは知ってたんでしょうがそこがまましいかってやつなんですな知らん顔で寝たふりをしてるんですせがれはよほどそれが気になると見えましてしばらくもじもじしていましたが思い切ったふうで嫁をもらってくれと言うんですその時はわっちも思い当たりましたな わっちにも若いときはそこがありましたからな。まあ、嫁が欲しいというのは、年頃になれば誰でも同じですから、もっともなことと思いましたが、これまでだってそんな話をしても、嫁なんて苦労の種だ。それに、ろくなやつはいないって、一向話を聞こうともしなかったのが、自分から進んでもらってくれってのは。さては、 どこかにいいのができたなと思いまして、まあ、相手さえ、十人並なみなら。え、こちらがあんなやつですから、それ以下でも気に入ったのであれば、一緒になれば、なんとか落ち着くだろうからと思って。それはもらってやらんこともない。が、気に入ったのがあるのかところが、あなた、それが、 新町の女郎だというじゃありませんか。女郎なんて、どこの牛の骨か馬の骨かわからぬものを、うちへ入れてどうすると、一度は怒ってみましたが、しかし考えてみると、女郎だからといって、そう一概にけだもの扱いしたものでもなし、バカというではなし、かたわというのでもなし、 なんとやらの大臣の奥さんは元芸者だったというしそのほかえったと夫婦になってる偉い人もあるしどうせこちらが大きな顔のできる代物ではないからいよいよというのであればもらってやらねば収まるまいと思いましてもらうにしてもおっかさんとも相談せねばならんが一体身請けにはいくらほどいるんだい と聞きくと「500円」ってじゃありませんか「500円なら」というのがちょうどそのひかけをあつめたのをおそくなってそのままおいてあったんです600円ぐらいはありましたでしょういまからかんがえるとせがれめはそれをしってたんですなそんなおかねがどこにあります うちのやつが黙ってればいいものをいつもの電で邪険に行ったもんでしょう。ええ、寝たままです。うちに500や600のはしたねがないことがあるもんか。それに今日は節気じゃないか。せがれもむっとしたか少し声を荒くしたんです。ところがまたうちのやつが。 五百円が三百円でも女郎などにやるお金なんかあっても打者し,しない。てんでしょう。ワッチもハラハラしました。それというのが、せがれがあのとおりの短気者ですからな。うちのやつときたら、また無性にせがれを目の敵にするんです。少しの持参金があるばかりに。 わっちも強いことが言えません。まあまあ、二人ともわしに任せてくれ。そんな大きな声を出しては近所への聞こえもよくない。それに夜中じゃないか。とわっちが心配するのも聞きゃしません。あんたは何かといえばすぐにそっちの肩を持つんだ。千の家内がいいんだ。 私の言うことなんか少しも取り上げてくれないってわめき上げる始末でしょいやもう腹を痛めましたそれでもせがれは女に行ったところで拉致が開かないと思ったのでしょうわっちに向かってとにかく500円出しておくれそれで俺も身を固める今それだけなけりゃ男が立たないんだ と言ったんです。ところがまたうちのやつが「男が立たなきゃどうするの?」と食ってかがるじゃありませんかせがれも今度はよほど腹が立ったのでしょうどうしようといらぬお世話だ腐れ女に何がわかるかと開き直るんですおっかさんにそれは何ということだ 少しでも真面目になるつもりならもっと静かにせんかい喧嘩になっては話がわからんわっちの言葉が少し強かったのか今度はわっちにお父っつぁんもその気なんだなもういい頼まないその代わり少々場所を貸してもらうぜどうせ持て余した命だ男が立たなきゃ死んででも立ててやら と店へ飛んでって骨切りの出刃を下げてくるじゃありませんか。ばバ,バカなことをするもんでないわっちが止めようったってどうして力が違いますわっちを押しのけておいて上がりがまちへあぐらをかいたんですところがまたうちのやつがしょうこりもなく。 腹を切るのかい？腹を切ったら血が出るよ。切ったら男だ。やってごらん。よし？と言ったと思ったらもうあなた。ぶスウリやったのです。お,おい先生を！もうわっちは夢中でした。うちのやつもこれには真っ青になって飛び出しました。 小さいのも起きてきて見るとさらしの肌帯の上から一文字にやってるんです生臭い血と一緒に臓腑がはみ出してるじゃありませんかとっつぁん俺もみんなに迷惑をかけたその罪滅ぼしだ前からとっつぁんの子ではなかったと思ってくれ 俺は、もうダメだがせめて500円の金を握って死にたいとっつぁん頼みだあるならここで握らしてくれそう言ったかと思うと片手でその臓布をつかみ出して 店のたたきへ投げ出してがっくり前へ飲めったんです。お願いだ。五百0円握らしてくれ。まだそう言って右手を開いているんです。わっちも金どころの話じゃありませんから。 十円札の束をいくつか握らしたんですところがあなたせがれ目がむっくり起き上がったと思ったら「とっつさんすまない!で」ってそれなり飛び出しちまったんですええ500円持ったままちょうどそこへうちのと先生が来られたんですが そんなわけですから2人とも本当にはしません。でたたきの造夫を調べたんです。ところがなんとそりゃあ赤えいの腹たじゃありませんか。ええその45日前にすてきに大きな畳一畳敷くらいのが上がったんですよ。